2000年に女優デビュー、2018年のホリデーラブの演技でブレイクした松本まりかさん。遅咲きではありますが、女優人生20年目を迎え、怪演女優として人気があります。今回はそんな松本まりかさんの歴代彼氏、結婚しない理由について見ていきたいと思います。歴代彼氏と噂された1人目は山田孝之さん。松本まりかさんと山田孝之さんは2000年のドラマ6番目の小夜子でクラスメート役として共演を果たしています。ちなみにこのドラマは松本まりかさんにとって女優デビュー作品でした。また山田孝之さんは1999年のドラマサイコメトラー EIJI にで俳優デビューをしたので、ほぼほぼ同期です。2人は学生時代から俳優仲間として交流があり、プライベートでも仲良しのようですが、あくまでも学生時代から仲良しな俳優仲間の一人のようです。二人目は堂本光一さん。松本まりかさんと堂本光一さんは、堂本光一さんが主演を務める2007年の舞台エンドレスショック2007での共演がきっかけで出会いました。そして松本まりかさんがヒロインを演じ、かなり濃厚なキスシーンもあったので、舞台終了後から交際がスタートしたと噂されています。なお松本まりかさんは2010年からイギリス留学をしているのですが、堂本光一さんと破局したからなのではと言われています。しかし目撃情報などはなく、よく共演 NG があるジャニーズ事務所ですが、2020年4月のキンキキッズのブンブブーンで共演しているので、単なる噂だったと思われます。3人目は屋良朝美雪さん。ジャニーズ事務所に所属しており、ジャニーズジュニア全盛期の滝沢秀明さんたちと同期です。なお多くの先輩たちのバックダンサーを務めるなど高いダンススキルの持ち主です。松本まりかさんと屋良朝美雪さんは、堂本光一さんが主演を務める2007年の舞台エンドレスショック2007での共演がきっかけで出会いました。2人は2歳差であり、舞台は練習も含め長い時間を一緒に過ごすので距離が縮まったようで、2013年に内弘隆さんと笹本玲奈さんの4泊6日のハワイ旅行が女性セブンで報じられました。そしてこのハワイ旅行に松本まりかさんと屋良朝美雪さんも同行していたことで熱愛の噂となりました。しかしその後の目撃情報などはないので時期は不明ですが、破局したと言われています。4人目は中村倫也さん。お二人は2018年のホリデーラブで夫婦役として共演しています。ちなみに2人ともほぼ同じ時期に遅咲きブレイクを果たしており、怪演女優、カメレオン俳優と演技力を認められています。そしてドラマで夫婦役を演じたということもあり、熱愛の噂となったようです。しかしツーショットなどの目撃情報はなく、中村倫也さんは水占いアナと結婚されたので噂止まりと思われます。そんな松本まりかさんは結婚の経験はありませんが、2020年3月のバラエティ番組で、本当に最近になって結婚したいと思うようになりましたね、今までは全然なかったと結婚願望を語っていました。ちなみに好きな男性のタイプについては、地味で安心感がある人、包容力がある人、尊敬できる人、純粋な人、面白い人、粋な人だそうです。また恋愛には消極的のようですが、一度付き合うと浮気はせず、どの恋も本気で挑むと語っているので、電撃結婚の可能性もあるかもしれません。しかし結婚していない理由は他にもいくつかあるようです。松本まりかさんは現在38歳ですが、ブレイクする前には約18年間の下積みの期間があり、それが暗黒の時代となって今の恋愛にマイナスになっているようです。結婚願望はないわけではありませんでしたが、お仕事優先だったようです。過去には好きだった彼氏もいて交際をしていましたが、どうやら松本まりかさんの性格が原因で振られてしまっていたようです。どうやら長年売れなかったことで限界が来て、バイト生活を余儀なくされる目前だったそうで、そうした中で長年の海が蓄積され、恋愛面にも影響を及ぼしたそうです。今まで付き合った彼氏について、友人からは一途なタイプだけどちょっと重いのかなと暴露され、さらに彼氏に連絡することを我慢した結果、最後に爆発してしまうことも暴露されていました。そしてテレビ番組
有田哲平の夢なら覚めないで。では松本まりかさんの過去の恋愛やナンパ体験について話していました。役の気持ちを深く知るために人間学の本などを読んで勉強するという松本まりかさんは、彼氏がくだらないギャグを言おうものなら、それ何が面白いの、どこら辺が面白いと思ってるの、そもそもそれ言って私がどう感じると思ったの、教えて、なんで、とリズメでとことん追求し、結局いつも振られてしまうそうです。面白くしようとしてくれてるっていう愛情は嬉しいんですけど、尊敬したいっていうのが大前提にあって、一番近い人には完璧を求めてしまうと語りました。結果彼氏はカスカスになっていなくなっちゃうと言い、恋愛においては超ド級の S であると明かす松本さん。そこでナンパを受け入れてみようと思い、初対面の男性と居酒屋に行ったことがあるそうです。しかしウーロン茶をお願いしたのに、自分がお手洗いに行っている間に店員にウーロンハイを頼んでいた男性にブチ切れたと言います。そしてそんな詐欺まがいのことしていいのか、なんでナンパしようとしたの、ナンパの何が楽しいの、これで何を求めてるの、それで彼女になったことあるの、とコンコンと説教しました。その後はボロッボロになって去っていきましたと、男性をリズメで退散させたと笑顔を見せていました。これが長い間売れなかったことで松本まりかさんに育まれた闇のようです。松本まりかさんが創価学会と言われていたのは、女優の石原さとみさんと仲が良いことが原因だそうです。松本まりかさんと石原さとみさんはとても仲が良く、プライベートで旅行へ行く仲です。その石原さとみさんといえば創価学会の会員と言われており、そのつながりで松本まりかさんも創価学会の噂が出たようです。石原さとみさんは噂のあった山下智久さんや前田裕二さんと創価学会が原因で破局に至ったとの報道もありますので、松本まりかさんも創価学会が原因で結婚ができていない可能性がささやかれたそうです。しかし松本まりかさんと創価学会の因果関係の情報は乏しく、創価学会が原因で結婚していないという確たる証拠はないようです。他にも2020年6月に放送された今夜比べてみましたでは、料理に体に良さげオイルを入れまくる女だったことが発覚しています。きんぴらごぼう炒めを披露し、味付けの醤油やみりんを入れずにひたすらに様々なオイルを投入すること9回、さらに食べる時にもさらに追いオイルを投入するほどの過剰オイル女子であることが判明しました。インスタライブでは夜中にお酒を飲みながら配信し、ほろ酔いで色気ありまくりな配信をしており、当分の間結婚は厳しそうです。